本日は経済3団体のトップの皆様から直接強いご要望をおいてまいります。このご要望も踏まえて政府を挙げて規制改革、行政手続きの簡素化、IT 化について一体改革に取り組んでまいります。東京オリンピック・パラリンピックを開催する2020年までに営業の許認可など事業者負担の重い分野について行政手続きコストの 20% 以上の削減を目指します。そしてまた全ての分野について、まず行政手続きを電子手続きのみで完結できるようにすること、2番目に同じ情報は一度だけ提出すれば済むこと、そして3番目に書式、様式は統一されたものを使うことという3つの原則を徹底するようしっかり指示をいたします。各省庁に対しては本年6月までに削減計画を策定し公表することを指示いたします。規制改革推進会議の公開プロセスにおいてレビューを行い進捗を管理いたします。加えて地方公共団体の手続きについても同じ趣旨の手続きであっても自治体ごとに書式様式が異なり多くの作業時間がかかる場合があるといった実態があります。地方公共団体においても国の取り組みと連携して改善するよう協力を要請します。こうした取り組みを通じ我が国で活動する企業の生産性向上と働き方改革を強力に後押ししてまいります。